やってた俺がやばいって言うんですからね。よっぽどやばいでしょ。いや、まあスピードで動こうとしたら怪我すると思うんですけど、リーチョイのこの意識ですよね。バト素人が YouTube なので日本の選手の試合を見てきた程度ですが、タオケンさんや山口選手の試合が見てて一番面白いなと思いました。素人でも見て面白いと思える選手が増えればいいなと思います。ただの感想です。質問じゃなかった。僕は自分の時にもそうですけど、自分で開拓する、どうにかしても少しでも日本のレベル上げる、世界で勝つね、その中でリンダ2丁いた、でもやらない、俺がやらない、誰がやるんだって思いを持ってやった。誰のためにやったかって言ったら、どちらかというと応援してくれてる人のためが一番だったので、僕が日本でプレーするのもただやらない、見てて面白いなって思ってもらえるようなプレーをしようっていうふうに思ってたので、まあ今だから別に全然言えるんですけど、例えばね、セブンティンセブンとかで離れちゃった試合があったとします。タオケンがもうそこからだったら、どういう風なパフォーマンスで、ただこれはちっちゃい子真似してほしくないです。最後の勝つところまでしっかりやってほしいです。でもこの試合は自分はかけてるかけてないとかっていろいろあるじゃないですか。でもいろんな事情があってかけてない試合も出ないといけないわけですよ、当時の僕なんかで。そういう試合で言うと、世界ではやんなかったですけど、点数が離れた時は僕はもう本当にがっつりお客さんのことを意識してやってたので、だそういうところのイメージが残ってる。でこういう風にバドミントンが好きな人が見た時にやっぱ面白いなって言ってもらえるのは、こういう風にやっててよかったなっていう思いましたね。動きやばいもんな、これ。リーチョウエとか、おーおーおー、アウトだ。いや、リーチョウエやばいよね、動きマジで。いや、これはやばいと思うよ。見てるんですよ、見て、はい、見ながらやってるんですけど、このライブをね。リーチョンエは結構やばいよね。リーチョンエみたいな選手はなかなか出てこないと思うんですよね。どっちかといったらリンランの方が出てくると思うんですよ、今後。リーチョンエはかなり唯一無二だと思うんですよね。日々勉強ですよ、皆さん。でも一番究極体で言うと、勉強してる意識がない時ね。もうこれ見てるじゃん、俺バドミントン今こうやって見てるんですけど、勉強してるイメージないですよ。ただこの人たちのラリーを見て楽しんでるから、楽しんでると頭入るんですよね、うん、おーおいおい、いや、リーチョンエやばいよな、マジで。こいつマジでやばいと。おどんだけ前で飛んねん。いやー、本当にリーチョンエの身体能力があって、リーチョンエの体の強さがあったら、俺もしかしたらワンチャンまた出るかもしれない、試合に。でやってて楽しいと思うもん、ここまで来ると。大変だと思うよ。ね、国からのプレッシャーとかあるかもしれないですよ。これやばいもん、プレー。マジで。俺が言うんですよ。やってた俺がやばいって言うんですからね。よっぽどやばいでしょ。いや、まあスピードで動こうとしたら怪我すると思うんですけど、リーチョウエのこの意識ですよね。意識。リーチョウエとかすごい、リンランドがすごいとこって、バドミントンの根本的な考えを覆してるんですよ。サイドのレシーブにしても、もうもはやサイドじゃないんですよ。サイドと前の間で取るんで、はい、サイドレシーブじゃないんですよ、もはや。相手のスマッシュですよ。だ、何が言いたいかと、そこで取ろうっていう風な意識がなかったら、至って取れないわけです、そこで。これはね、かなりこの人たちね、バドミン、俺のバドミントン、この IQ をかなり広げてくれた人たちですね。これやばいって、こいつマジで。おー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 。軸がぶれないもんね。いや、リーチョイみたいな人出てこねえかなと思って、マジで。本当に出てこないかなと思うんですよね。このライブで配信でタコさんおすすめの過去の試合を解説してほしい、ゲーム実況みたいな、あ、全然できるんですよ、はい。全然や、さっきやろうと思ってるんですよね。例えばだけど、今だったらこれ僕見てるのが2012年、マレーシアオープンメンズシングルセミファイナル、リーチョイバズチェンロン、これを皆さんに見てもらって。でもこれはライブじゃない方がいいと思うんですよね。普通にいつも通り動画撮ってるやつを見た方がいいと思うんですよね、皆さんが。じゃないと、ついていけないと思うんですよ、ペースは。え、今合ってるみたいな。でもまあ、ライブで見てもいいと思いますけどね。これ受けます。はい、皆さん今のところストップして、みたいな。いや、これえぐいて、これえぐいて、ラウンドからのさ、今のクロススマッシュ打ってたんですけど、もうさ、皆さんノーモーションってわかる？ノーモーション。もうノーモーション。こういう感じ。のモーションがないみたいな、これやばいって感じで。いや、でも今やってるチェンロンもね、なかなかやばいんですよ。結構俺他の解説の人とか大変になっちゃうと思うんですよね。わかります。はい、僕もうコメントでもめっちゃ来てるんですよ。
なんか